プレス 1B オンでインターコンとエンターなので、本当に家に入るような感じでマンションの中をここ 1B で押してもらって、あ、Sorry。皆さん仕事終わりに1杯2杯ハッピーアワーで飲んで帰るっていうのもすごい多いので、さっき言ってたセントラルとかそういうお店も多いので、やっぱスーツの方とかすごい多いです。ここはエレファントグラウンド、ここ Wi-Fi の機器がすごい良くてカフェで仕事するのにぴったりです。数が結構あって、このオープンなウィンドウなので光の入りがすごい良くて、あ、車来た、 Thank you。おすすめの1個です。ここがね、今すごいクローズになってるんですけど、夜ここの前にバーって人だかりができてて、駅ここから入れるんですよ。なのでこの仕事終わりに本当に駅から降りてこられた方がそのまま来れるのが多分ここなのかなと。そう、そうバーなんですけど、夜の人だかりがすごいところ、外国人の方多いので、そういうインターナショナルな交流が好きな方、ここいいかなと思います。最初何かなと思ったんですよね。結構ディープな感じですよね、なんか看板とかも。もう一個、もうちょっと歩いていいですか。私のめっちゃ好きなワインセラーというかワイン屋さんがありまして、もともと友達からおすすめされたとこなんですけど、飲むの好きですよね。ぜひここはおすすめです。経営がフランスの方なのかな、もともとは。なので目の前にその同じオーナーさんの持ってるチーズ屋さんもあるんですよ。チーズ専門店っておしゃれすぎません？ちょっと近くです。もう3分ぐらい。暑い。一瞬撮っていいですか、マスク。もうここがほぼワンチャイなんですね。ここがワンチャイの初めって言ってもいいし、アドミラルティの終わりって言ってもいいのかなと。ここすごいランチで人気の通りで、お昼1時ぐらいになると人だかりがバーッとできてて、お持ち帰りとかのされる方が多いですよね。あ、ここ来ます。ここもね、 Wi-Fi がめっちゃいいんですよ。で、 Wi-Fi のパスワード覚えてるぐらいあるです。ここね、保険会社が作ったカフェなんですよ。なんで保険会社の商談とか、そういう保険関連のミーティングができるミーティングルームが中にあって、香港で私1個いいなと思った、日本でも多分流行ってると思うんですけど、あのシェアオフィスの数がめちゃめちゃ増えてて、特にシェアオフィスでなんかこうネットワーキングセッション、あのコネクションを作ったりするスタートアップの会社がコネクション作ったり、そういう会とかも平日の夜とかに行われてて、普通にメンバーじゃなくても行けるので、香港ってそういう起業する方とかスタートアップの方にも優しい国だと思います。学生起業家とかもやっぱり多いですし、大学が例えば HKU とか香港ユニバーシティとかも結構サポートしてるみたいで、大学内にそういうコーワーキングスペースとかも作ってるみたいです。私も見に行ったことあるんですけど、すごい整備されてていいところです。この辺見ていただけたら分かるかもしれないですけど、家具屋さんがすごい多いんですよ。家具とか家のデコレーションだったり、探してるときこのストリート来ていただいたらいいもの見つかるかもしれないです。イタリアとかから輸入してきた家具とかもすごいあって、フィンズロードって大きい通りですもんね。ここずっと歩いてもらったらもうセントラルに着きます。湘南まで行けますよね。大阪だったら御堂筋ですかね。梅田から難波までは歩けますよね、御堂筋の、あの、そっか、東京のあれが分かってないです。あ、これ私ね、前から気になってた盆栽屋さんなんです。もう日本のね、カルチャーがこういうとこにも来てて、お花屋さん兼盆栽ショップなんです。盆栽って日本のカルチャーじゃないですか。
香港の方って本当に日本のこと大好きなんです。で面白いのがこんにちはってちょっと言いながらお店とかに入るとみんな優しくしてくれるんです。なのでありがとうとかこんにちはって言ったら香港の方すごい優しくしてくださって、いろんなところに日本の文化入ってるので、ここ盆栽ショップ、今私はおすすめのワイン屋さんに向かってるのですが、この辺全部ご飯屋さんが並んでます。ラーメン屋さんとか日本のオムライス屋さんとかもあるんですよ。なのでもう探さなくても歩くだけでお店見つかります。と香港のいいところって食べ物のアプリとかが充実してるんですよ。あの Google のレストランのリストだけじゃなくって、旅行に来られる前にオープンライスっていうアプリダウンロードしていただいたらすごい便利かなと思います。英語でも見れるので広東語だけじゃなくって、あ、ここです、すいません過ぎちゃった。そう、オープンライスは近くにあるお店とか結構香港のちっちゃいチャーチャンテーとかでも載ってるので、ぜひ旅行来られた際活用してみてください。評価とかも見れます、写真もめっちゃ見れます。はい、ここの通り私の好きな通りなんですけど、ちょっと探索してみたいと思います。ここのレストランラ・メイゾン合ってますかね、ラ・メイゾンでいいんですかね。ここがポルトガル料理屋さんなんですけど、レストランどこって感じじゃないですか。なんとここ見ていただいたら分かるように Please press 1B on the intercom to enter なので、本当に家に入るような感じでマンションの中をここ 1B で押してもらって I'm sorry っていう感じで、あ、sorry ちょっと押しちゃったのですいません。ここがこう家に入る感じでレストランに入るんですよ。なので店構えがパッとあるわけではなくて、香港らしいレストランかなと思います。そのやっぱり香港ってギュッと詰まってる街なんで、レストランとかジムとかネイルサロンとかいろんなものがこのビルの1階じゃなくて上に入ってることが多くって、レジデンスの中、この普通に住宅として皆さんが住んでらっしゃるところの一つの部屋がお店だったりするんです。なのでこんな感じで入っていくのも楽しいのかなと。こっち側を見ていただくと、こちらダン、この LQV、 私も友達からお勧めされて知ったんですけど、ここがワイン屋さんになってます。ちょっとオープンが遅くて3時にオープンするんですけど、夜12時までやってます。でここがフランスの方が経営されてるグループなのかな。なのでここのチーズ屋さん、そしてここのなんていうんですかね、こういうところをバーテラスというか、まあ量り売りでハムとか買っていただいて、ワインこっちから買ってボトルで飲む、チーズこっからみたいな飲み方ができるとこなんです。ホームパーティーとかにもぴったりで、パッとここチーズもここもいろいろ量り売りできるんで入ってみます。入ったらダメ。ここ中にチーズバーって置いてあるんですけど、こうパーティー、ホームパーティーに持っていけるようなこういうなんていうんですかね、缶詰というか肝だったりですよね、パンにバケットに塗ってもらったりとかで、バケットとかも売ってあるし、この近くにベイクハウスもあるので、あのベイクハウスこの間双方でもちょっと話してたんですけど、香港で有名なパン屋さんがあるんですよ。でこの近くなんですけど、そこエッグタルトが有名なんですけど、それ以外にも美味しいバケットとかが置いてあって、すごいおしゃれな売り方してあるんですよね。この近くなんですよね、通りを1個行ったところかな、か1個戻ったところ。飲むのがお好きな方はこのワンチャイは穴場です。なんかこうミックスなのがいいですよね。工具屋さん多いですよね。
私も引っ越しした時このいうところでホースとか買いました。ブラシとか一般の方もお得に買えるんです。 DIY が好きな方とかすごいいいかもしれないですね。あ、おしゃれなバーバーショップがあります。面白いかもしれないですね。観光に来られて香港で香港らしい髪型にして帰られるのもすごい一つかなと。お任せって言ったら多分香港スタイルになると思うんですけど、香港スタイルご存知ですか？香港スタイルがここを反り上げて上をすごいムースとかでカッチリ整える、昔でいう2枚目男優。そう、でも今も流行ってて本当に街歩いていただいたら分かるけど皆さん似たような髪型されてるんです。だからお任せにして日本に帰れるのも一つかなと。こういうバーバー、その美容室が香港めっちゃ多いんですよね、いろんなところに。あ、そう、至る所工事中なんでこうやって気をつけていただいて。このラーメン屋さんは美味しいです。豊島さんのグループですよこれ。めっちゃ美味しいです。熊本の方がされてるんです。そう、私と同郷の方がされてるラーメン屋さんなのでたまに来ます。散歩道としても私は使ってます。ここ香港の面白いとこの一つ、街中にドーンとテニスコートじゃなくてこれはサッカーコートがあるんです。ちょっと行ってみたいんですけど、あっちから当たりますか？そう、香港って敷地がないようなイメージあるんですけど、街の至る所にバスケットコートとかちっちゃい公園が残ってて、ここも一時期コロナがひどかった時は閉まってたんですけど、今また開いてて、お昼間とか特に休日の夕方とかすごい人混みです。夜のナイトプレイっていうんですかね、夜プレイされる方もめっちゃ多くて、駅直結です。聞こえいいですよね、駅直結って。じゃじゃーん、すごい街中とは思えないぐらい駅の真横、街の真ん中にこういうコートがあります。ここすごい自由に座っていただけるんで。ハロー。こうピクニックというかご飯買ってきていただいて食べてもらってもいいのかなと思います。私入っちゃったけどいいんですかねこれ。そう、若い人からお年寄りの方までみんなが一緒にこう集まれる場所、そういう場所って素敵ですよね。日本だと野球とサッカーって二大スポーツじゃないですか。香港の二大スポーツって私はサッカーとバスケやと思うんですよね。暑いけどいいとこ。ここね、何か分かりますか？これ町の真ん中にゴミ処理場があるんです。ゴミ回収場って言ったらいいんですかね。なのでこの街中とかに置いてあるこの大きいタンクだったり、ゴミを今も手動で運んでくださる方がいらっしゃって、この辺歩いてるとすごい大きいカート、あの台車を押してる方がいらっしゃるんですけど、そういう方々がゴミをここに持ってきてくださるんです。すごい街のど真ん中、駅直結のところにあって面白いロケーションですよね。見た目も結構おしゃれで、なんかスターバックスのような、なんかこう怒られる、もう私出禁になる。ここはあの昔ながらのすごい多分トラディショナルな伝統的な多分歴史の深いビルを改装して作られたバーなので、中もすごいおしゃれで階段でそこ2階上がるんですよ。で裏に多分エレベーターあるんですけど、表から入るのはここから。行きたい。デートにぴったりってやつですか？ミシュラン三つ星。すごい、誰と来たらいいんですか？一人で。すごい香港って高いものと安いものがすごい両極端で、日本ってまあスーパーとかに行ったらまあ大体いろんなものが、まあ、高かったとしたら何が高いかな、何ですかね高いものって言ったら、日本で買うと高いもの、ドリアンとか高いじゃないですか、フルーツとか。
香港ってドリアンとかはすごい安いんですよ。全然お得にもう大きいの買えるし、ドリアンがすごい高級食材じゃないんですけど、逆にここってやっぱり輸入で成り立っている国だから乳製品高くないですか。卵、はいはいはい、乳製品ほんまに高いんですよ。牛乳のものにもよるんですけど、本当に300円500円したりとか、お子さんいると大変ですよね。あとはチーズが高いんですよ。このワンブロック、こういうブロックで本当に500円とかするし、ピザとか作るのすごい大変だろうなと思ってます。乳製品だから自炊するときに作るものちょっと変わってきます。でも逆に香港では人気の魚のボール、フィッシュボール、つくねみたいな感じですね、魚の。ああいうのは安いんですよ、めっちゃ。普通にやっぱここで作ってるからってことですよね。渡ります。この信号長いのでラッキー。めっちゃ長いです。朝だとすごい早くってなっちゃう。